どうも、ゼンゼロです。今日もね、クロダイを狙ってみたいと思います。ちょっと今ね、満潮で大潮なんで、すごいですね、水位がね、すごい高いな、いつもより。やってみましょう。もうちょっとな、潮が動くと、今満潮、もろ満潮なんで、もうちょっとでね、潮が動くと思います。小魚がいますね。シーバスもいるのか。いや、今いい当たりだったな。よし、来た。素晴らしい。ちょっとね、今合わせが弱かったな。ピシッと合わせてれば多分かかってたと思うんですね。だいぶね、潮が動いてきたんで、ちょっとチャンスですね、ここからね。少し大きめに、ちょっと流れがね、変わってるとこがあるからね、そこに狙って。まあね、当たりがあるのはいいですね、楽しいですね。ちょっとね、このチャンスタイムに釣りたいですね。いやー、なんだろうな、これクロダイの当たりかな。なんか違う気もするけど、でもそうだね。よし、来た来た。サイズは、おー、引く引く。やばいやばい。ちっちゃいけど元気な。やったー。小魚がすごいラインに当たって、クロダイの当たりがわからない。すごいいるよね、これ。なんだろう、ボール難しいな。いや、この小魚やだな、ちょっとすごいな。少し沖で外して、むずい。ほら、カニが真っ二つですよ。いや、すごいね、クロダイの歯って強いからね。よし、やっと来た。よし、
引くね。結構大きかったな。だね。おお、いいサイズ。だいぶね、当たりが止まってきましたね。やっぱね、地合いっていうのがあってね、やっぱ釣れる時間帯ってあるんですよね。ただ時間的にはね、もうちょいいいと思うんですけどね。今案外こういうもうダメかなって時にね、でかいのがバーンって来たりするんで、まだね気は抜けないですけどね。ちょっと測ってみますか。44.5、44.5 です。よろしく。いや嬉しいですね。でちょっとリリースします。よいしょ、いけるかな。いけますか。えい、うぶい。もうちょいやっていこうかな。もうちょいやります。ちょっと濁ってきましたね。いいかもね。案外一瞬でも釣れる時間ちょっと終わった感じあったんですけどね。またあるかもしれないですねこれね。よし、来たけど、なんだ、巨大じゃないか。くるよいしょ、バイバイ。よし、よし、これいいね、これいいよ。たか50。いやマジでそういう感じする。あー止まんね。あーこれはあるかも、マジ。いや走り方的にあるかもね、この。いや50いったかも。わかんない、全然見えない。やばいよ、すげえもん、止まんない。そっち行くな。お、行ったか。いやこれ50行ったっぽいな。よし、行ったんじゃないか。すげえ引くもんな、表だな。あ、行ったっぽいな。いや引いたな。53.5。いや嬉しいっすね。やりました。やりました。ではリリースします。ありがとう。バイバイ。